昭和34年台風第7号は、1959年8月に静岡県に上陸し、近畿地方や東海地方、甲信地方等に甚大な被害をもたらした台風である、ジョージア台風とも呼ばれる。進路図1959年8月12日9時、2日前にマリアナ諸島の東に発生した熱帯低気圧が北西に移動し、 四王島の南東海上で台風7号に変わった。7号は勢力を強めながら速い速度で北上して、14日の6時30分頃に、駿河湾を抜けて、時速60キロメートルの速さで、静岡県の富士川川口付近に上陸。その後も北進を続けて、10時には新潟県上越市付近を通って日本海へ進み、15日には弱い熱帯低気圧に変わって、 沿海州に再上陸した。消防白書によると、この台風による被害は、死者188人、行方不明者47人、負傷者1528人に加え、重火前回4089頭、重火半万1139頭、床上浸水32,298頭、床下浸水116,309棟となっている。 1951年の統計開始以降では、死者、行方不明者数が8番目に、負傷者数が6番目に、被害を受けた、重火数が10番目に、浸水被害の件数が9番目にそれぞれ多い、台風となり、日本における台風の歴史の中でも、記録的な被害となった。この台風では、強い風の範囲は狭かったものの、移動速度が速かったことから、中心付近では、 風が非常に強く、山梨県甲府市で最大風速秒速33.9メートル、静岡県伊動先で秒速48.8メートルを記録した。山梨県や長野県など、甲信地方の各地では、重火の倒壊や火樹の落下、河川の氾濫や土石流等の被害が甚大であった。また、近畿地方から関東地方にかけて二百ミリメートルを超える大雨が、 不利山間部では600から800ミリメートルに達した。岐阜県では集中豪雨により、牧田川が氾濫するなどした。7号が襲来する前の8月8日から10日にかけて、台風6号や前線による大雨があったため、その直後に台風が再来したことが引き金で、甲信地方をはじめ近畿地方や東海地方などでは、さらに大きな被害となった。これに加えて、 同年9月には後に、伊勢湾台風と名付けられる台風15号が、襲来したため、無防備状態が続く、被災地に追い打ちをかけるように暴風雨が起こり、さらに被害を拡大させる結果に至った。ちなみに、1959年は、台風7号と伊勢湾台風により、各地で甚大な被害が出たことから、その被災地である、山梨県等ではこれらをまとめて、 昭和34年幸いとも呼んでいる。ありがとうございます。